皆様メリークリスマス、メリークリスマス。2021年のクリスマス礼拝、今日も賛美を持って始めてまいりましょう。最初は命の光、この賛美からです。尽きることのない、あなたの愛が私を包む、
アメン。それではしばらく静かな祈りの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。寒い1週間でしたが、あなたがどんな時でも共にいてくださり、守られてクリスマス礼拝に出席できますことを感謝いたします。御子イエス様、あなたは我々の罪の償いの十字架にかかるために2000年前の今日お生まれになりました。あなたを救い主と信じるだけで罪許され、永遠の命が与えられました。この素晴らしい福音を感謝いたします。清め主、癒し主なる聖霊様、あなたを心の中心にお迎えいたします。いつもそばにいてくださり、生きる知恵と力をお与えください。クリスマスのメッセージを取り継いでくださる柴田先生を聖霊充満で尊くお持ちください。油注がれてご用意されたメッセージを通して元気をいただき、今週も与えられた場所で福音を伝えることができますようにお守りください。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に道を、川を流れさせる。この御言葉で1年間守られたことを感謝いたします。どんな状況の時も自分の知識や経験に頼らず、主に頼り、積極的に、肯定的に、信仰的に進めますようにお願いいたします。年末を控えて様々な問題で悩み苦しんでいる方に平安と慰めと主の癒しをお与えください。いつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝して進めますようにお守りください。これらすべての祈りと感謝を我々の救い主、主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と社会とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。
本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。新約聖書2ページ、マタイによる福音書第2章1節から12節。新約聖書2ページ、マタイによる福音書2章の1節から12節までです。マタイによる福音書2章1節からお読みいたします。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わせていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らよりも先に進んで幼のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子と会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの見告げを受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。アーメン。ただいまよりルアワーシップによります特別賛美がございます。続きまして、王なる幼子 How to find Jesus と題しまして、柴田先生より本日のメッセージを取り継いでいただきます。まぶね。
素敵なクリスマスの賛美ですね。ルアッハウォーシップの皆さん、来年、スケジュールが合いましたらここにお越しくださると、そう願っております。今日はクリスマス当日、クリスマス礼拝ということで、たくさんの方々が、もう1年ぶり2年ぶりの方もございますでしょうか、久しぶりの方、また初めての方も、心から歓迎いたします。また特別なクリスマス礼拝ですので、ネットを通して参加してくださっている方にもご挨拶を申し上げたいと思います。初めてもしかしたらチャンネルを合わせてくださっている方もあるかと思います。神様の温かいご愛が今日皆様に届きますように。さあ、クリスマスのメッセージでありますけれども、クリスマスの記事はですね、イエス様ご降誕、聖書にはマタイの福音書、ルカの福音書などに記されておりますが、今日はマタイの福音書から少しお話しさせていただきたいと思いますが、一番有名なのは多分ルカの2章11節かなと、そう思います。ですので皆さんのプログラム、お手元にある手法にそのルカ2章11節の御言葉を印刷させていただきましたので、せっかくですからクリスマス皆様とご一緒に読んでですね、その後クリスマスおめでとうございますと皆様でご挨拶して始めさせていただければと思いますが、今日は手話の通訳もありますので、クリスマスおめでとうございますみんなで、これは手話でも覚えたいかなと思います。簡単です。クリスマスのことをよくXマス、バツマスっていうのはないと思いますけど、Xマスって、呼ばれる方がありますが、あれX という字ですよね。あれはですね、英語の X ではなくて、新約聖書が書かれたギリシャ語アルファベットの一つ、カイという X に似た、アルファベットなんですね。ですからクリスマス、そのカイからクライスト、キリストという言葉始まりますので、X マスと書かれるんですね。で、手話でもその X が、クリスマスです。素晴らしいですね。皆さんちょっと一回練習しましょうか。こう X にして、そしてですね、私はツリーを思わすんですけども、こうして、ですね、直線上にすればクリスマスですね。おめでとうございますは花火が2本上がります。上がってドーンですね。おめでとうございます。ですからクリスマスおめでとうございます。これこのルカ2章11節を読んだ後に、言葉と手話で皆さんでご挨拶したいと思います。よろしいでしょうか。それではルカの2章11節パワーポイントに出ますので、皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。はい。今日ダビデの町にあなたのために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。クリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕、ね、ヘルヤ。今日このクリスマスに、エルサレムの郊外ベツレヘムという小さな町、村の家畜小屋にお生まれになったこの幼子、この方は全世界を、全人類を、人の歴史を変えられた幼子であります。いいえ、神の言葉聖書は、このお方は他でもない、あなた方一人一人のために、すなわちあなたのために、私のために生まれたと聖書は語るのであります。その通りでありましょう。たとえ全世界が変わったとしましても、たとえ人類の歴史が変わったとしましても、この私が変わらなければクリスマス何の意味があるでありましょうか。飾りでしかなくなってしまいます。キリストはクリスマスのために生まれたのではなく、聖書はあなたのために、私のために、クリスチャンのためとは言ってないです。罪人のために、すべての人のために、イエス・キリストはお生まれになった。ですからクリスマスは世界中の人々が、教会だけではない、
もう街中で世界中で祝われるわけであります。これがクリスマスの本当の意味です。聖書にあるこのクリスマスストーリー、あるいはこのストーリーといいますのは、まあ、マリアもヨセフも、まあ、クリスマスストーリーで出てきます、博士たちや東方の、羊飼いたちも、すべてこの幼子に出会って変えられたという人生の記録であります。それが聖書です。今日の聖書、マタイによる福音書2章2節という箇所ですが、これは東方の博士たちがはるばる来られてエルサレムに聞いた言葉であります。パワーポイントに出ていますが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。でもこの方々はユダヤ人ではないんです。異邦人です。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。星を見ることができるのはユダヤ人だけではありません。イスラエルだけではありません。すべての人が星を見ることができます。この人、この幼子はユダヤ人のある限られた人たちの主として生まれたのではなく、全人類の主として救い主としてお生まれになった方であるということでありましょう。まあ、東方というのは東の方、これは、学者たちによりますとエルサレムから1500キロも離れましたペルシャ地方、今のイラン・イラク地方ですね。そこからですね、まあ、護衛などもつけて危険な旅になりますから、いくつかの国を越えて、今でも大変でしょうけど、4ヶ月ぐらいかけて、幼子のところに来たであろうと、そう言われております。博士たちは、まあ、立派な地位も仕事も家族もありましたでしょう。それを後にして片道4ヶ月ですから、まあ、1年の旅と言ってもよろしいでしょう。莫大なお金もかかりますでしょう。命の危険にも遭うでしょう。言葉や文化や食べ物や気候やいろいろ違うでありましょう。でもそれらをしても、このたった一人のお方を拝む、拝するために、そしてこのお方に黄金、乳香、もつ薬という、とても高価な捧げ物を捧げるために、さまざまな困難と犠牲をもってキリストのもとに来られたということです。聖書はこれを誠の礼拝と呼びます。ですから、お暇だからなんとなく礼拝に来るのではないということでありましょう。では一体この東の博士たちはどうしてこの東の夜空に輝いた一つの星を見て、全世界全人類の救い主の誕生を知ったのかということが気になりますでしょう。単に夜空を見上げていただけでは誰もわからないでありましょう。彼らは聖書を読んでいたからこそそれに気づいたのです。ユダヤ人ではありません。クリスチャンではありません。あの晩、夜空の星を見ていた人たちはいくらでもいたでありましょう。その星を見たのは博士たちだけではありませんでした。でもその星が神様からの大切な印、サインであると気づいたのは、彼らが普段から聖書を読んでいたからです。同じようなことが今も起こります。東方の博士たちは神を信じてはいない異邦人でした。それでも聖書を読んでいたゆえに気づかされたのです。一方、ベツレヘムからわずか10キロ、わずか10キロしか離れていないエルサレムの神の民は、同じ星を見てもそこに何も見なかったのです。クリスチャンは何も気がつかなかったけど、ノンクリスチャンが
気づいたということでしょう。東方の博士たちはメシアの誕生を予言している旧約聖書民数記24章11節をはじめ多くの聖書箇所を知っていたということでありましょう。だからです。皆さん、私たちはいかがですか。民数記24章17節、こんな御言葉です。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を望み見る、しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、イスラエルから一本の杖が起こる。私たち日本人が読むとどういうことかなって思います。これは当時メシアなるお方が星とともに来るという予言であります。聖書の言葉である。それを読んでいたんです。知っていたんです。ですから気づいたんです。すなわち、たとえ今皆さんがキリストを信じる確かな信仰がなかったとしても、この神の言葉は博士たちがあの晩見た星のようで、輝く星のようで、これを読む者、心を開く者を救い主キリストに導く神の力があるということです。ちょうど先々週の週報の天の窓コラム欄で、先月失った私の母のことを書きましたように、母は信仰を持っていませんでしたが、もともとミッションスクールで恵泉女学院です。聞いた聖書の話を幼い我が子にある日話して聞かせたんです。その子が私です。語った母はその意味も分からず、語ったことさえも忘れてしまっておっても、その小さな幼子の小さな魂に刻まれた神の言葉は消えることなく、やがてその子を救い、そして50年を経て知らずに語った母も、その幼子の手によって洗礼を受け、先月その子、その息子、この手によるというのを祈りを持って、この地上での人生を閉じたのでありますから、神の言葉は生きていて、神の不思議な力がこれにあり、それが人を変え、我らを唯一キリストに、このお方に導くのであります。神の言葉なる聖書は、これを読み、これを口にし、これを心にする者、誰にでも、誰にでも現れる、導く、夜空に輝く一つの星なのであります。東方の博士たちは聖書を読み知っていただけではありません。見たこと、読んだこと、知ったことに歩んだのです。生きたのです。遠くの地からたった一人のこの小さな幼子を礼拝するために来たのでありますから、今日私たちも同じでありませんか。これを救いをもたらす信仰と聖書は語ります。今日このクリスマス、あなたもこの一つの星なる神の言葉、聖書に聞き、これに立ち上がり、後にしなければならないものもあるでしょう。しかし前に向かって、上天に向かって、私たちもこのお方を求め、主イエスキリストを拝し、心からの黄金乳香もつ薬を東方の博士たちと共に今日このキリストの前に捧げようではありませんか。
今年のクリスマス、もう一つのメッセージはマタイによる福音書2章の3節です。2章3節ご覧いただきたいと思いますが、東方の博士たちは当時ユダヤ地方を治めていましたヘロデ王の王宮エルサレムを訪ねます。王が生まれたのですから王宮に探すのは至って当然ではありませんか。しかしそこにはおられなかったんです。東方の博士たちが先ほど2章2節でユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますかと、私たちは東の方でその星を見たのでその方を拝みに来ましたとヘロデ王の前で言っちゃう瞬間、王宮の空気が凍りついたことでありましょう。まるでコロナ禍の恐怖が全地を覆ったかのように、死の恐怖と大いなる不安が人々の心を怯えさせました。3節、ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。そしてエルサレムの人々も皆同様であったと、さらなる不安を覚えたということであります。東方の博士たちは知らなかったのでありましょうか。このヘロデを家族親族でさえ容赦なく次々と手にかける、その残忍さを、凍りついた理由です。ヘロデを前にして王はどこにいますかと、私たちはその方を礼拝するために来たのですから、これは死刑宣告と変わりません。死ぬ気だったのでしょうか。それほどにまで真の王、真の救い主を、真の神を、彼らの魂が渇き求めていたのでありましょうか。そして民の不安通り、いやそれをはるかに超えて、ヘロデはこの後世界の王として生まれたキリストを殺害抹殺するために、なんと国内2歳以下の男の子を全員殺害したのであります。狂気以外の何者でもありません。しかし皆さん、それはヘロデ一人ではありませんでした。歴史が語ります。多くの権力者や主義イデオロギーが救い主イエス・キリストを抹消するために教会やクリスチャンを迫害殺害し、聖書を燃やし、教会を燃やし、滅ぼそうと試みました。この日本でも秀吉の命により貼り付けの刑で殉教した長崎26世人をはじめ、多くの死を信じる者たちが血を流し殉教していったその地であります。しかしヘロデも皇帝ネロも秀吉もスターリンも、どんな暴君も主義も抵抗すらできない幼子イエスを、神を、誰も抹消殺害することはできなかったのであります。会話丘に生まれたこの小さな小さな幼子を誰も殺すこと、滅ぼすこと、避けることはできないのであります。なぜならこの小さな幼子こそが全世界の、全人類の、そしてあなたの、私の神である主ご自身であるからです。王なる方が来る、来られたと聞いて恐れるのはヘロデやエルサレムの住人だけではありません。すべての罪人が、私たちも皆彼らと同様に恐れ不安を感じるのであります。
だからこそです。クリスマスなのです。だからこそ愛と恵みに富みたまうこと、計り知れない神は力と権力と栄光を満ちた王の姿をとってこの地あなたを訪ねられたのではなく、誰一人恐れ怯えることもない小さな幼子として、どんな人もこの腕の中にさえ抱ける幼子として来てくださったのであります。実際御使いが人々にキリストの誕生を伝えた時の最初の言葉もみなそうでありました。ルカ1章の13節、ザカリアに恐れるなザカリアよ。そしてマリアへの最初の言葉も30節、恐れるなマリアよ。そして野にあった羊飼いたちにもルカ2章10節、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと。恐れを持って、裁きを持って、死を持って来られたのではない。このお方は愛を持って、喜びを持って来てくださったのであります。ですから、ここからこの聖書の言葉、神から罪人へのメッセージは、恐れや裁きではなく、幸福の音と書く福音、良き訪れ、喜びの知らせと、英語では The Good News、Godspell、Gospel と呼ばれたのであります。それは喜びの良き訪れの知らせだということであります。ですから誰一人恐れる必要はありません。誰一人どんな罪人も恐れ怯える必要はありません。このクリスマス、あなたもこの天からのグッドニュース、良き喜びの知らせを、この会話受けに眠られる幼子こそが王の王、主の主、力と栄光に満ちた神であり、あなたを愛するがゆえにあなたのために幼子となってまであなたに来られた神なのであります。最後に素敵なストーリーを持ってクリスマスのメッセージを閉じたいと思います。昔あるイギリスの病院に大変重い病で長く入院していた一人の小さな男の子がおりました。ある日、時のイギリス国王 The King ジョージ5世、が病院を訪ねてくるという、まあとんでもないすごいニュースが、知らせが届いたのであります。そこで全員寝巻きではなく最高の服に着替えてベッドに横たわり、この王を待ったのであります。病院側もそれは片付け、掃除、飾り付けから予行練習まで、もうそれはもう大変大騒ぎで、朝からたくさんの人たちが病院や病室を出入りしました。4時頃になりますと、また何人かの人たちが病室を訪ねてきて、何人かの子どもたちに話しかけました。そしてワクワク興奮しながら王を待っている男の子のところにも、優しい言葉をかけながら頭を撫でてくれたのであります。やがて日が暮れ、夜になってしまいました。男の子は悲しそうに看護師さんに、ずっと待っていたのに王様は来られなかったと話したのです。看護師さんは驚いて、オーノー、あなたの頭を優しく撫でて声をかけてくれたお年を召された方、覚えてないですか？覚えてるけどって言うと、その方がキングジョージ5世です。するとその男がこう言いました。あのおじいさんは王様なんかじゃない。だって王冠も王服も着ていなかったじゃないかって。
そう答えたぞ。全世界、全人類の王の王、主の主、神であるキリストも、神の誉れと力、栄光である冠と衣とをまとって王宮に生まれたのではありませんでした。それは私たちがこの方を恐れからでも、余儀なくでも、強いられてでもなく、この方を我が神、我が主、我が救い主として幼子を抱きかかえるように、自ら歩み寄り、心からの愛と信頼、信仰を持ってお迎えするためであります。王なるお方はエルサレムの王宮ではなく、小さな幼子としてベツレヘムの家畜小屋にあなたを訪ねてくださった王の王であります。美しい王冠をかぶる王ではなく、あなたの罪を許すために茨の冠をかぶられた王、神なる王のきらびやかな王服ではなく、天の服ではなく、貝羽桶に汚れた布に包まれてお生まれになり、十字架にそれさえも裸にされて打たれ殺されるまで、あなたを愛された王なるお方であります。今日ベツレヘムの馬小屋に、家畜小屋に生まれ、やがてエルサレム、カルバリーの丘の十字架の死に、十字架の丘に死なれたお方、この方こそが我らの神であります。皆さん覚えていますか？その貝羽桶、お生まれになったベツレヘムと十字架にかかられたエルサレムまでの距離、10キロですか？いいえ、違います。33年間です。主はそのご生涯のこの地での全ての、全てを愛するあなたのために生き、愛するあなたのために捧げて死なれたお方、あなたの神、あなたの主です。今日その主が来られたこのクリスマスほど、このお方を信じ、このお方を心にお迎えするにふさわしい日は他にありませんでしょう。あなたのために十字架に死なれるために、今日貝羽桶にお生まれになった方を、今日幼子を抱きかかえるように受け取る、信じるだけで、ただ信じるだけで、どんな人も、どんな罪人も、あなたも私も今日許され、今日救われるのであります。これが人類最大のグッドニュース、いえ、あなたの生涯人生で最大の喜びの知らせであります。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストです。主イエスキリストのご降誕、おめでとうございます。お祈りします。ダビデの町に2000年前生まれるために来られたのではなく、今日私の汚れた汚いこの心という貝羽桶にお生まれくださるために、天を捨て、神であることを捨て、王冠を捨て、天の王服を脱いでまでこの地に来られ、その一日一日、一歩一歩、ただ私を愛し、私を救うために生き、生涯を捧げてくださった我が主イエス様、今今日この日、我らの心にあなたが王としてお入りくださいますように、あなたを心から愛し、心から愛し、
心からしたい、心から感謝して、あなたを今日このクリスマスお迎えいたします。尊き主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。しばらく皆主の御前に自らの罪を悔い改め、このお方をもう一度心にお迎えしようではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天の父様、この時にあなたの不思議なご愛の御業が、今祈るあなたのために、いいえ祈り求めるすべての人類に、すべての人に、すべての罪人に、天が開け、どっかこの地に、この心にあふれ流れますように。イエスキリストの名前で感謝してお祈りします。アーメン。それでは最後に、ご一度ご起立くださいまして、クリスマスの賛美歌を、荒野の果てに主にお捧げしようではありませんか。キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に、いつもいつまでも限りなくあらんことを。アーメン。
ぞご着席ください。クリスマス礼拝、ご一緒できましたこと嬉しく思います。この後、キャンドルサービスを行いますが、お手元にキャンドルがない方はそっと手を挙げてくだされば後ろからキャンドルをお持ちいたします。週報の方プログラムカモイニュースの方から少しご案内を、させて、ください。ですね、大切なお知らせですが、来週の礼拝が今年最後の礼拝になりますね。武井先生の懐かしいビデオで 1年を恵みを覚え感謝して終わらせていただこうとそう思っております。今日はですね、和樹さんはじめ、先生のご家族が、参加してくださっております。私も母を失ったばかりですが、何年経っても愛するものを失うということは、まあ、天での再会があるとしても、辛いものであります。励ましの拍手を持って、応援歓迎したいと思います。大きな拍手でありがとうございます。マニコ先生もいつもね、お写真のそばで先生の礼拝してくださって、私も お写真のサボなんですね。常に、ここに先生と一緒に、語ってくださってですね、今日のどうでしたかねって言うと、どうかななんて言われるかもしれませんけど、よかったと言ってくださるんじゃないでしょうかね。優しい先生でありました。また天でねお会いできるの、母もね今ね結構賑やかな方ですから、もう先生と大騒ぎしてるでありましょうね。はい、大騒ぎして申し訳ありません。そうですね、来週から予約制を解除いたします。第一礼拝、まあ、70名には満たないと考えておりますので、今までご協力してくださって感謝します。第1礼拝、第2礼拝とも来週から予約不要となりますので、ただですね、70名を超えるようなことがあればまた導入するか何か策をさせていただくと思いますし、再び感染が拡大した場合には、無回収礼拝を含めて、全ての感染対策を講じる可能性ありますので、その点もあらかじめご理解、ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。そしてですね、もう一つ大切なことは、再来週はもう新年の礼拝になりますですね。新年の礼拝からです。来週はまだ変わりません。再来週の新年の礼拝から、この第一礼拝の時間が10時半になります。現在11時ですが10時半になります。礼拝が30分、メッセージが長くなるわけではないので安心ください。11時半ぐらいには終わる予定でありますので、いろいろ活動が少しずつ再開してくるでありましょうから、教会学校の先生方にも昼食を食べる時間などということもあってですね、10時半ということに、なっております。と同時にですね、キッズチャーチ日曜礼拝も、日曜学校も今の9時半がなくなりますので、10時半からのキッズチャーチですね。そうしますと午前中の礼拝は祈祷会も含めて全部10時半開始というので、そういう点では分かりやすいかなと思いますが、繰り返しますが再来週からです。そしてですね、新年は1月1日が土曜日であります。それは午前9時11時にここではありません。大和カルバリーチャペル、私たちのこの母教会でありますが、その大和カルバリーチャペルで初詣礼拝、9時11時そちらに合流します。そしてですね、ボーマン先生もクレで来てくださったばかりですが、演奏してくださることになっておりますので、それもまた楽しみであります。そして翌1月2日の日曜日はここで10時半と13時の新年礼拝が鴨居で行われます。また来週、このご案内いたしますが、お間違いのないように、ご案内申し上げさせていただきました。よろしいでしょうかね。そうですね、今年も1年間守られたことを感謝し、年末感謝献金を主に、またクリスマスの感謝献金もですね、お捧げしたいと思います。席上献金、感染対策で現在も行っておりませんが、入り口受付前に木の献金箱ありますので、すべての献金そちらの方をご利用いただければと思います。記録を残したい方には
受付の方に献金袋もございますので、ご利用してくださっても、構いません。そしてですね、振込先もございますので、ご覧になっておられる方、ネットでも振り込むことができるようになっております。今週の集会ですが、今度の日曜日からですが、11時キッズチャーチですね。今日は9時半も行われました。今日2回やっていますね。来週からは、10時半、再来週からですね、ごめんなさい、ということになります。今週の集会ですが、木曜日10時半、今年最後の、祈祷会となります。10時半から12時、オープン祈祷会です。どの時間に来て、どの時間に帰られてもいい。5分でも1時間半でも祈ることができる自由な時であります。11時から11時半までは、その日の箇所の、リビングライフから、短いメッセージと賛美祈りがなされます。ネットの方でもライブで配信していますので、来れない方はぜひそちらの方で祈りに参加していただければと思います。そのリビングライフですが、来年1月です。これは来年1月ですが、ルカの福音書から、まあ、クリスマスのところが入ってるんですね、始まりますよ。これもうすごいおすすめなんです。1年の初めからもう一度聖書を読み直す、良いでしょう。650円でありますが、初めて聖書を読まれる方も、どこから読んだら良いか分からない、何が書いてあるか分からない方、もうこれもう詳しく書いてありますのでおすすめです。なくなる前にどうぞお買い求めいただければと思います。もう1点2点、先週ボーマン先生ご夫妻が、素晴らしい礼拝をしてくださいました。 DVD もありますが、ネットの方でもご覧いただけます。先生が残してくださった、CD まだ、そしてカランダーも、まだございますので、漏れちゃった方はどうぞ声をかけていただければと、数限られておりますので、お早めにお申し込みください。また、星野富弘さんのカレンダーを、ご注文された方届いておりますので、今日ぜひ受け取っていただければと、そのように思います。よろしいでしょうか。たくさんあったので漏れているかもしれませんが、大丈夫ですか。今日たくさんお客様も来ておられますが、一人一人ご紹介することできませんが、お許しいただければと思います。それでは、この後、キャンドルサービスとなりますので、はい、キャンドルを、どうするんですか。もうつけていいんですか。電気を暗くしますので、暗くなりますのでライトをつけてください。はい、ね、そして、キリオシこの夜をみんなで賛美したいと思います。こう動かしながらですかね。キリオシこの夜、はい、お願いします。Oh.
ですのでこれで解散したいと思いますが、ソーシャルディスタンス1メートル、この後も十分気をつけてくださいますようによろしくお願いします。